はいどうも、ワンダフォーオートモーティブの休みです。今回はね、皆さんにお知らせというか、ご相談ですね。相談っていうのがあるんですよ。本当にね、これちょっと一人では決めかねるというか、最近ね、そのワンダフォーをフランチャイズにしてもいいんじゃないかっていうのをちょっと考えてまして、でこれなんでかっていうと、整備で独立したいみたいな人っておるじゃないですか。例えばポルシェをこれから販売していきたいと思っているみたいな、ただ集客が怖いとか、そういう方ね、たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、ただうちに関してはそのポルシェの集客に関してはね、強いんじゃないかと思いまして、ただ工場が明石にしかないんですよね。そう、兵庫県の明石市にしかないんで、関東とかそういう別の地域でもワンダーフォーとしてね、やっていただける方っていうのがいればね、いいなと思ってまして、ただ社員にはなりたくないっていう人も結構おると思うんですよ。そういうポルシェの整備とか始める方って技術持ってますから、個人でやっていきたいという方がね、たくさんいらっしゃると思います。なので社員じゃなくて個人事業主としてね、そのポルシェ専門店をやっていきたい、株式会社でやっていきたいみたいな人のために、うちの看板を背負ってもらったら、ある程度その集客力っていうのはあると思うので、なのでその関東のね、お客さんとかにも、ちゃんとそこにね行ってもらえるようにね、できるんですよ。今ね、関東からの購入されてる方とかって、めっちゃおるんですよ、実際の話。本当に10代打ったら5台関東ちゃうかぐらいね、関東からのお客さんってめっちゃ多くて、で他の地域も点在してるわけです。関東ですから、なかなかねこっちに整備に来ることなんかほぼほぼ無理じゃないですか。なので、その後ね、その電話のやり取りとかをするんですけれども、その後でもきちんとそのワンダーフォーとしてね、見れるように、関東とかでその整備工場があればね、すごいお客さん的にもメリット高いんじゃないかなと、もしくはその個人事業主でポルシェの、整備をやっていきたいっていう方ね、いらっしゃれば、その人にとってもメリットが大きいんじゃないかなと思って、今回ちょっとフランチャイズをちょっと考えてってるところです。はい、ただ始めるにしてもね、したいっていう方がいなければ、ちょっとなかなかね始める気にはならないんで、もしねその個人事業主とか、そういうのでやっていきたいと、個人の店を持って、うちの看板背負ってね、やっていきたいという方がいらっしゃるのであれば、ぜひねお声掛けください。そこからいろいろ加盟金とか、ロイヤリティとかっていうのが発生するので、そこら辺は、決めていきたいなっていうふうに思ってるんですよ。そういう構想段階なんですよね。ただ話は、いただけたらと思います。はい、別にねポルシェ以外でもその輸入車整備とかでもね、うち結構そういう集客強いんで、そういうところでいろいろねお手伝いできるようなことがあるんじゃないかなと思いまして、はい、ただポルシェのお客さん集めるのはすごい難しいんですよね。BM とかワーゲンとか、そこら辺に関しては、どこでも集めれると思うんですよ。ただポルシェを集めるとなると、やっぱある程度の、信用性というか、ある程度の宣伝力みたいなのが必要になってくるので、そこら辺はちょっとうちの看板借りた方がメリットが大きいんじゃないかなと、思ってますんで、はい、これも構想段階なんで、確実にできるとは言いかねるんですけれども、きちんと話やりたいっていう方が、こんだけおるんやっていうのが分かれば全然やらせていただきたいぐらいなので、ぜひねそういう方はお声掛けください。よろしくお願いします。はい、うちの経験をもとにですね、話すことしかできないんですけれども、そういうちょっと情報の共有みたいなねも、させてもらえたらなと、思ってますんで、ぜひね、俺はポルシェの整備工場建てるんやとか、俺はポルシェの販売店をこれからやっていきたいんやみたいなね、中古のねやつねやっていきたいんやっていう方は、ぜひね、ちょっと一度そのお声掛けいただけたら、そこからですね、考えさせていただけたらなと思います。はい、やっぱりねこの時期はすげえ売り上げ悪いっすね。4月特にね、4月は本当にその2月3月ね売れた分、やっぱ4月はねどこも多分あんまり売れてないんじゃないですかね。うちもほとんど出てないんで、なので5月ね、問い合わせがねちょい回復していってるんでね、でいい車両入ってきてますんで、ぜひね皆さんね、僕らのカーセンサーを見てですね、これええなって思ったやつに関してはね、お問い合わせいただければなと思います。
997ターボ前期ね、特にめっちゃ集めてますんで、997ターボ前期に関しては、まあ、うちが全国で一番じゃないかぐらい在庫台数を抱えてますんで、ぜひね、まあ、乗りたいなって思ってた方ね、探してた方とかはうちの在庫を見ていただけたらなと思います。はい、めっちゃいいもんいっぱいありますよ。まあ、ちょっと最近はね、ラインナップが若干ね、その金額帯が高いものに集中してね、集めるようにしてますんで、なかなかね、400万円とかそれぐらいのレベルの車って少なくはなってきたんですけれども、まあ、ちょこちょこね、置いてますんで、まあ、そういう方もね、見ていただけたらなと思います。はい、ポルシェ997ターボ、めちゃくちゃいい車なんで、ぜひ皆さん買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではワンダフォートモーティブでしょ。バイバイ。